ワオブロック TV。 ということで、ローリングしてきました。最近はですね、本当に、僕のルーティーンは仕事終わってからブラジアン柔術を結構専念しております。かなりハードなスパーリングでいつも心が折れてます。老体にね、鞭を打って頑張ってるわけなんですが、まあ周りのブラジリアンがむちゃくちゃ強いんで、ちょっとかなりびっくりしてる状態ではございます。など最近ですね、朝倉未来選手のプロデュースで、40代喧嘩自慢という YouTube で大会がありまして、これ僕ちょっと送ったら、なんと採用されちゃって、マネージャーさんからね、直々に電話があり、来てくださいというね、お申し込みがありました。しかしですね、その指定された日程にちょっと行けなくて、僕がちょっとお断りしちゃったんですけど、大変申し訳ないです。リオンたけしさんとね、世界チャンピオンとスパーリングしたかったんですけど、なんかすごく丁重なオファーで、親切な方でありがとうございました。本当にリスペクトしてます。また機会があったらね、挑戦したいと思いますんで、よろしくお願いします。まあなんかね、すごい応募がやっぱ来るらしくて、まあその中から名古屋で、名古屋の僕が選ばれたってことは本当に、光栄なんで、ぜひやりたかったんですけど、本当にすいません。まあちょっとこの大会は外野から見てますんで皆さん頑張ってください。そして中京セックスマシンガーズライブです。新大会のスラッピングヘッドで、祝日の4月29日金曜日にやります。皆さんぜひ来てください。飛ばしますぜ。